アンナ・ニコライエフ・ナザ・ドロズニクは、ウクライナ、オデッサ出身の女性元フィギュアスケートアイスダンス選手。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスウクライナ、代表。2008年ウクライナ選手権優勝。2004年オンドレーネ・ペラメモリアル優勝。パートナーは、セルゲイ・ベルビーロなど。ゲームウクライナのオデッサに生まれ、6歳頃からスケートを、始めた。 ジュニア時代には、アレクサンドル・ベセロフスキーや、アレクサンドル・クドリア・テフラとカップルを組んでいたが、2001年より、セルゲイ・ベルビーロとカップルを結成した。2001から2002シーズンより、ISU ジュニアグランプリに参戦。2003から2004シーズンには、JGP チェコスケートで優勝を果たしたが、3度、出場した世界ジュニア選手権での最高位は7位に、止まり。 メダル獲得はならなかった。2004から2005シーズンからは、シニアクラスに完全移行し、2004年、オンドレネペラメモリアルで優勝。ISU グランプリシリーズにも出場を果たした。2005から2006シーズン、2006年、トリノオリンピック出場を目指したが、ウクライナ選手権で3位となり、出場は叶わなかった。2007から2008シーズン、 ISU グランプリシリーズ、中国杯では6位だったが、ロシア杯では3位となり、ISU グランプリシリーズ初のメダルを獲得した。2度目の出場となった2008年欧州選手権では、自己最高得点をマークしたものの11位に止まった。ABIOC2020 年8月25日閲覧。ありがとうございます。